Bom, espero dar um excelente espetáculo e procurar proporcionar para o povo japonês uma excelente luta para que vocês possam ver muito mais do grupo Shitebox em outras lutas aqui no Japão. そうですね。結構距離があるから、そうですね。まあ顔とかは届かないかもしれないですけど、ボディとか中心に攻めて、でテイクダウンしてマウント取って。 セミファイナルはミドル級の3回戦、ミドル級1位の加藤哲司対アンデルソン・シューバです。これブラジルのシュートボクセから来たアンデルソン・シューバですが、これ高島さん、背の高い手足の長い選手ですね。そうですね、あのシュートボクセのこの階級のムエタイでもナンバーワンですし、バイトゥーズも、メッカバーリトゥーズという彼らがやっている大会でも一度あのマッハと戦っているルイス・アゼレドに敗れてはいるんですけど、はいはいはい、なかなかの強豪で、すごい変わった構えですよね。そうですよね、これ背が高いんですが相手と目線を合わせるような位置で構えます。シュートには初参戦の選手、これはちょっとあのリーチさえ考えると加藤は攻めづらいと思いますので、はい、横に振った方がいいですよ。横への動き、はい、なるほど、横に一回入ってから振って、はい、パンチとか打った方がいいですね。直線的な動きよりも横の動きを使いながら、はいはい、打撃を出すと、まっすぐだとあのアンデルソン・シューバーの方の蹴りとパンチが当たってしまうと思います。懐が深いですからね、はい、さあテイクダウンというか自分が引っ込むような感じのアンデルソン・シューバー、さあインサイドガードになっている加藤哲司の上からこの辺の戦い方、はい、あの加藤得意ですからね、はい、さあそれをこの下からアンデルソン・シューバーがどうしのぐかというところですが、シューバーはガードうまいですよ、呪術でもチャウビ持ってますからね、はい、足を相手の、いや、パンチ打つのうまいですね。あ、なるほどね、手足長いからどうかなと思ってますけど、はいはい、うまく使ってパンチ効かして打ってますよ。近い距離からでも的確に打てるというところですね、はいはい、なるほど、あ、加藤の顔に拳を当てがいます。さあ加藤の方は、これは加藤の方はこう打開策といいますか、こう何とか切り開くというのはどうしたらいいんでしょうか。まずサイド取りましたからね。あ、サイドですね。まずまあこういった動きですね、はい、やはり加藤の得意な、はい、両方抜きたいですよね、はい、さああと1本です。シューバーがその長い足を絡めます。さあハーフガード、加藤もう1本抜けるか、腕を絡めているのか。さあ、おーっと足が長い足が加藤の体の横に出てきました。そこにパンチを合わせます。打った方がいいですよね。腕を取りに行ってますね、これね。腕を伸ばそうとしています、シーバ。これは細い体なんですけど、思った以上に筋力があるのかもしれないですね、はい、さあそこをパンチでしのうという加藤。さあ最後につけるか、逆に腕を取っていった、逆にシューバーが打たれます。チキンウィングよりもストレートの方がいいですね、はい、ストレートアンバー狙い、はい、さあどうだな、これも崩れました。しっかり抑えたい、マウント取りたかったですね。残念ですね、今のは、はい、殴りに行くよりマウント取ってほしかったですね、なるほど。ここでゴングです。まあ、1ラウンド加藤取りましたね、これは。そうですね、はい、さあ第1ラウンドは加藤が取ったということですが、しかしあのやっぱりこのシューバの手足の長いところが加藤にとっては攻めづらい感じがしますね。そうですね、これが後になってどんなに効いてくるかですね、はい、さあ第2ラウンドが始まります。体を振ってロー、足は冷静に見切ってお願いします。いや、あれだけ右足踏んでローは有効だと思うんですよね、はい、すぐ入らない方がいいですね。ジャブ振ってから入った方がいいですね。なるほど、さあまたこの目線を合わせるような背が高いんですがちょっと低く構える感じ。これでもこのプレッシャーはもう本当戦ったものしか分かんないんじゃないですか、じわりじわりと寄ってきますからね。なるほど、気づけばコーナーという感じですよね。そうですね、さあワンツーからそこへ足を取りに行った、そうなるとこれは危ないですね。ここ膝がありますからね、さあワンツー、それを合わせていくパンチが出ます。加藤大きい、ちょっと大きいか、かわされた後にまた打たれてますからね。来ましたよね、
加藤は決してテイクダウン弱くないんで、今うまく一度肩使いましたよね、中に入ってポイント、はいはい、そういう感じで攻めていってもいいと思うんですけどね。さあプレッシャーをかけます。シーバー中入れ中入れもう中入れ全部中入れ、ワンチあれ、ワンチワンツー、加藤ワンツーで入ります。相手のパンチ見えてないですね。なるほど、この右のパンチはちょっともらいすぎっていう感じがしますが、さあ足1本取れるか、取りに行った、まあ、実際の届かない距離から、はい、届いてると思うんですよね、ちょっとリーチが読めてない感じがしますね。なるほど、まだ距離感がちょっと加藤の方にはまだつかめてないでしょうか。やはり1ラウンドに比べてアンデルソン・シューバーの方がアグレッシブになってますからね、はい、前に出る形を取ってきます。シューバー、さあ足を取りに行っているのは加藤、コーナーに押します。ここは加藤倒したいですよ ね、 まず、 そうですね、まず倒して自分のスタイルを作りたい。でも1ラウンドに比べて簡単に倒れなくなりましたね、はい、さあ腰をついていますが、胸を起こしていますが、今おっとここで第2ラウンド終わりました。これからというところでゴングです。そうですね、これちょっと盛り返したんじゃないですか、はい、アンデルソン・シューバーの方が。さあ第1ラウンド第2ラウンド、それぞれポイントを取れたんでしょうか。そしてこの後は第3ラウンドです、まあ、このまま見切れない状況だとちょっと加藤厳しいと思います、はい、なるほどね、はい、パンチの距離というお話もありました。なんとかテイクダウンをして自分のスタイルで勝ちをもぎ取りたい加藤。第3ラウンドに入っています。さあシーバーのパンチジャムが出た、長いですね、やっぱりリーチありますねこれ、加藤が出ようとするところに合わせます。相手乗せちゃわない方がいいですね。まっすぐ入りすぎですかね、はい、まあ、序盤体を横に振って入ればっていうようなところだったんですが、ちょっと直線的な動きになっていますか。そうですね、はい、さあそこへパンチが出ます。シーバーのパンチ左、でもずっとジャブが入ってますよね。シーバーの右のジャブが飛んできます。そこへ頭を下げて入ると、おっとこれ大きいパンチですか。ここでもう一踏ん張り欲しいですね、はい、掴みたかったですよね。キックが返ってきました。それジャンプワンツースリーハイキック、まあ、ヒットはしないんですけれども、テイクダウンも狙ってきますね。おっと取りに行きました。この距離からもう手届いてますからね。なるほど、膝を飛ばしながら相手を押し込んでいきます。さあコーナーに押していった。加藤疲れましたかな、あなるほど、ローブローですか。ああローブローがありましたね。シーバーの方からローブローがあったようです。さあ注意がいきましたが、さあテイクダウンを狙っていくのがシーバー。ちょっと加藤しんどそうですね。加藤の表情はちょっと歪んでいます。そんなにスタミナを使っているようには見えなかったんですけれどもね。やっぱプレッシャーでしょうね、はい、かなり気を使わないとパンチ取りできません、ね、さあ倒せるか、肩が上になれるか、チャンスですよ。頭殺したいですね。さあ抜けなかったですね。まだ胸が起きています。シーバーまだインサイドにいます。さあ越えられるか加藤。胸こするアッパーとかうまいんで、この状態からでも、ね、そうですね、ここから加藤の見せ場だと思いますので、はい、頑張ってほしいですね。さあこのラウンドなんとかポイントを自分の方に引き寄せたい。さあ暴れますシルバ ー、 これちょっと危ないですよ。危ないです、ね、これは三角狙い、肩に足が変わっています。殴るための三角っていうんですか ね、 あちょっと強い足をかけて自分のシーバー右側を開けて、そしてパンチを出します。左もちょっと加藤がナスなままというか打たれるままになっています。加藤は止まりすぎですね、動きが止まりましたからね、そこを狙われましたね。おっとここでゴング、ゴングです。試合が終了しました。ちょっとこの状態で終わってしまうのは残念ですね。これはちょっと印象が悪いですよね、はい、加藤はちょっと立てませんね、立てないような感じで、今セコンドに抱えられるようにコーナーに戻ります。さあ最後の印象です。どのあたりがポイントになるのか判定です。勝者青コーナーアンデルソン・シーバー、やはりアンデルソン・シーバーが加藤から判定勝ちを収めました。いやーこのプレッシャーっていうのは本当戦ったもんでしか分かんないと思うんですけどね、はい、これ加藤がこのプレッシャーに押されて体力を奪われていったというような、健闘をたたえ合いますが、勝利はシューバの方に外貨が持たされています。ボン、あ、minha estratégia foi procurar manter a luta em pé,
apesar de que ela foi pro chão e eu tava bem confiante no meu jiu-jitsu, treino muito isso e na técnica que o grupo Stebox desenvolve e no que o meu professor Rafael Cordeiro me passou antes de vir pra cá. Então a estratégia foi a sempre usada pelo grupo Stebox, lutar sempre na nossa área, que é o Muay Thai.